ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、タップス。監督は、ハロルド・ベッカー。1981年の作品です。伝統あるバンカーヒル陸軍幼年学校の校長が、誤って民間人を撃ってしまい、くすぶっていた廃校論が加速。学校を守りたい生徒たちは武装蜂起して学内に立てこもります。戦争を熟知した少年軍と大人たちとの行き詰まる戦いの物語です。ティモシー・ハットン、ショーン・ペン、トム・クルーズ。当時20代で売り出し中の若手スターたちと、陸軍の軍服が似合いすぎるジョージ・シー・スコットらの出演。時代に埋もれつつある映画ですが、改めて見直し、再評価したい作品です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。